中森さんなんて愛嬌大魔王ですよね。初めてお目にかかったのがマナリストミーティング、20何年前、日本電産も十分に成功してましたけど、中森さんもまだ若かったし、今みたいな、これほどの確立された経営者というわけでもない、普通そういうミーティングって企業の側からすると接待ですから、ホテルのいい部屋でディナーとかもありつつ、っていう感じ、なんかどっかの汚い会議室で中森さんがコンビニのおにぎりを袋いっぱい持ってきて、それをテーブルにバーンとぶちまけて、もう好きなもの好きなだけ食べてって言うんですよ。面白い人だなと。でもバン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 、はい何でも聞いてで、中にはまあ必ず出てくるのが、いや中森さんだって人間なんで必ず弱点ありますよねと聞かれたら、中森さんが、もちろん私も人間なんで欠点もありますと、最大の欠点は欠点がないことですっていうふうに言ったっていう。